屈ちゃん駐屯地は、北海道阿武田郡っちゃん町麻田高砂232-2に所在する北部方面隊、集邸対戦車隊等が駐屯する、陸上自衛隊の駐屯地である。冷戦終結後に、陸上自衛隊の部隊削減によって駐屯していた、第29普通科連隊が廃止され、その際に駐屯地も同時に廃止される予定であったが、周辺自治体の反対によって、 マコマナイ中トン地から第11追戦車隊及び第28普通科連隊から第4中隊が分派され廃止を免れた。クッチャン町の隣、磯谷郡蘭越町にはニセコ演習場があり、陶器訓練が盛んで、陶器レンジャー教育もここで行われている。最寄りの演習場は高根演習場とニセコ演習場。中トン地指令は、 北部方面隊集停対戦車隊長が兼務。第13施設軍改編により、第343施設中隊が、第361施設中隊に解消。北部方面広報支援隊、第101施設直接支援大隊,隊第3直接、支援中隊クッチャン派遣隊新編。第28普通家連隊第4中隊と、第11推薦車隊を統合。 北部方面隊終停対戦車隊を進展。北部方面広報支援隊霊下部隊として、第301推集停対戦車直接支援隊が編成完結。北部方面施設隊改編により、第3施設団13施設軍第361施設中隊が、北部方面施設隊、第13施設隊、第361施設中隊に解消。 北部方面情報隊霊下部隊として、北部方面移動監視隊が編成完結。第3施設団再編により、北部方面施設隊、第13施設隊、第361施設中隊が、第3施設団、第13施設軍第361施設中隊に解消。ありがとうございます。